日本の心として親しまれる温度。私たち昭和の人間には欠かせない温度が盛んでした。中でも東京温度や東京五輪温度などが挙げられます。そんな時に突然テレビの画面に出てきた金沢明子さんでした。今回はこんな話題に触れてみました。最後までご覧ください。また、よければチャンネル登録もお願いします。デビュー当時、私たちは、すごい子が出てきたなぁ、と驚きました。民謡界の桃江ちゃん、とも言われてデビューした人でした。また、イエローサブマリン音頭を歌って我々を驚かせました。この曲は、ビートルズの歌を編曲アレンジした曲で大ヒットしました。今では、金沢明子さんの代表曲と言ってもいいでしょう。つい先日、武田鉄矢の昭和は輝いていたに出演されていて、いろいろと当時を話しながら、途中で民謡を歌われていましたが、素晴らしい民謡を歌う声は未だ健在でした。金沢明子さんは、1954年10月25日生まれで、日本の民謡歌手。いきなりですが、4億円を歌で返済、民謡界の桃江ちゃん。二度目の結婚の時に建てた豪邸の借金だった。金沢明子さんは1976年にデビューされて、アイドル歌手顔負けの忙しさだったと、その当時を振り返った。民謡好きの父から習った、ろうそくの前で声を出し、炎を消さない独特な発声の練習だったそうです。テレビのコマーシャルにも使用されて一躍有名になりました。後にリリースしたイエローサブマリン音頭は代表曲となる。父から民謡の厳しい指導を受けて昭和51年にデビューされました。当時、彼女のトレードマークはジーパン姿で歌う異色の民謡歌手として有名になりました。この昭和51年には鹿児島で日本初の五つ子が誕生。田中角栄、ロッキード事件、強制捜査が始まった。羽田空港の駐車場に止めてあった車から血が出ていると騒がれ、中から女性の絞殺死体が発見され、犯人は有名な歌手の克己茂美だった。巡業先で逮捕された。ピンクレディがペッパー警部でデビューした年でもあった。金沢明子さんは民謡界の桃江ちゃんとまで言われたが、この昭和51年の山口桃江さんは当時17歳でした。1976年、昭和51年にリリースのシングル、横須賀ストーリーから、秋陽子さん、宇崎竜童さん夫妻の作品を歌って新境地を開いた。なお実際にはそれ以前にも、横須賀ストーリーの2ヶ月前に発売された。その後、宇崎さん夫妻の提供された曲は、シングル、アルバムを合わせると69曲に及んだ。宇崎さん夫妻が手掛けた作品は大ヒットの連続で、桃江の世界を決定的に形作った。この二人を作家として指名したのは、スタッフではなく桃江さん本人だった話は有名ですね。そして、1978年の第29回 NHK 紅白歌合戦で赤組としてトリを務め、反対の男性、白組の沢田研二さんと共にポップス歌手のトリは番組として初のことで、10代の歌手が紅白のトリとなったのは桃江さんが初で、最年少記録は破られていません。ホリプロが東京都目黒区に建てた自社ビルは、桃江さんの成功によるところが大きいことから、桃江ビルと呼ばれることもあったそうです。さて、本題の金沢明子さんですが、私生活では2度の離婚を経験されていて、しかも2度目の結婚の時に建てた豪邸の借金が残ってしまい、4億円の返済が金沢に押しかかることになりました。その時の金沢さんは、とにかく自分は一生懸命歌い、借金を返済するだけだと、どんな仕事も拒まずに続け見事に完済しました。芸能界ってすごいんですね。何年で完済されたかは不明ですが、金沢さんは波乱の人生を語るとともに、
大ヒット曲イエローサブマリン音頭や、洋装で歌う夕日が泣いているの映像を振り返った。テレビに出演して当時の4億円に上った借金苦の事実を話した。金沢明子さんといえば、16歳で民謡日本一となった天才少女で、ジーパン姿で民謡を歌う姿が私たちのお茶の間の大きな話題になり、民謡界の桃江ちゃんのキャッチフレーズでデビューした。さらに、ビートルズの名曲をカバーしたイエローサブマリン音頭が大ヒットし、紅白歌合戦にも2回出場した。私生活では32歳の時、4歳年上の歯科医師と2度目の結婚して、千葉県に500坪の大豪邸を建てたが、8年目に離婚してしまった。噂では、その大きな豪邸は安値で手放す羽目となり、莫大な借金が残ったと噂された。借金額が4億円近かった。そんなことを明かし、毎月の返済額は数百万円に上ったそうです。そこで、金沢を救ったのは歌だった。年100本もの地方興行して、20年間続け、借金はもうないです、と完済したことを打ち明けた。長年の借金の苦労から、晴れて自由の身になった金沢は、当時はまだ、バツ2で独身。彼氏募集中です、と明るい表情で訴えていた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。